ファミコンリミックスは、欧米で2013年12月18日、日本では2013年12月19日に、ニンテンドーより配信された、Wii u 用ゲームソフト。続編として、ファミコンリミックス2が、日本では2014年4月24日、欧米では2014年4月25日に、配信開始。日本では、2配信と同日に、第一作と、2を、 同時収録したパッケージソフトファミコンデミックス1プラスにも発売された。その後、ニンテンドー 3DS 版のファミコンデミックスベストチョイスがヨーロッパとオーストラリアで2014年11月7日、アメリカで2014年12月5日、日本では2015年8月27日に発売された。ニンテンドーのファミリーコンピュータ用ソフトの1シーンから選ばれたおだよ。 クリアしていくゲーム。原作そのままから切り出されたシーンで指定されたお題をクリアしていくファミコンステージと視界が悪くなったり操作が限定されたりなど原作ではありえない状況でのお題などが課されるアレンジを加えたリミックスステージから構成されている。お題の中には時間制限やライフがあり時間切れやライフがなくなるとゲームオーバーとなる。 スーパーマリオブラザーズのコースをリンクの冒険のリンクや星のカービィ夢の泉の物語のカービィでプレイしたりスーパーマリオブラザーズ3のコースをスーパーマリオ USA のピーチでプレイしたり星のカービィ夢の泉の物語のボス戦ウィスピーウッズ戦でスーパーマリオブラザーズ3のテレサが登場したり星のカービィ夢の泉の物語のコースをスーパーマリオ USA の キノピオでプレイするなど、異なるゲームソフト同士のコラボレーションも多数、実現している。ステージをクリアすると成績に応じて、スターとビットを獲得できる。スターは各ステージ3つずつで、さらに高得点だと虹色になる。スターが溜まると、リミックスステージが開放される。ビットが溜まると、マバース用の、ハンコがもらえる。第1作のファミコンリミックスでは、 1983年から1986年にかけて発売されたファミコン用ソフト16作品をベースにしている。続編のファミコンリミックスには1986年から1994年にかけて発売されたソフト12作品をベースにしている。ほか、スーパーマリオブラザーズの主人公をスーパーマリオブラザーズに準拠の性能のルイージに変更し、 ステージと進行方向を左右反転させたアレンジ版であるスーパー・ルイージ・ブラザーズを特別収録している。1と2の2作連動機能として解禁されるチャンピオンシップモードはかつてアメリカ・ニンテンドーが開催した公式ゲーム大会用のソフトニンテンドー・任天堂ワールド・チャンピオンシップス1990のプレイ形式を模した内容で1プラス2ではスーパー・マリオ・ブラザーズ スーパーマリオブラザーズ3、ドクターマリオの3本のソフトで指定されたお題の合計スコアをオンラインランキングで競う任天堂 t e ー d 3DS 版、ファミコンリミックスベストチョイスでは、Wii U 版、1と2から厳選したソフト16作品をベースにしている。他、スーパーマリオブラザーズの動作、BGM などすべてをそのまま高速化したアレンジ版で、ある。 スピードマリオブラザーズを特別収録している。スタッフの大半は、ニンテンドーゲームセミナー出身に構成されている。その中の1回目の受講生は、ニンテンドー、出身、2回目は、林田、3回目は渡辺で構成されている。2012年頃、スーパーマリオ 3D ランドの開発終了時にて、スーパーマリオ 3D ワールドで元倉が、マリオの遊びの部分を引き受けてもらい、 林田は新たなコンセプトを探る中、マバースのハンコを見つけたほか、Wii U でファミコンのゲームを動かすコンセプトを発見した。しかし仕事にならなくなったが、ゲームセンター CX を視聴したことをきっかけで、開発を開始、マリオブラザーズのボーナスステージのコインを集めるだけの試作品をスタッフに遊んでもらうと社内で反響を呼び、宮本茂から、ソラマーン。 元のゲームが A からなと認め、2013年に入り、任天堂 t e ー d 3DS ガイドルーブル美術館の開発が終了したばかりの頃のインディーズゼロに見ていただくと同じく反響を呼び、開発が決定した。試作品の内容はお題が100以上があり、ドンキーコングからゼルダの伝説まで選ばれている。理由はルール説明が少なく、ユーザーにわかりやすいことになってる。いずれも、 原作の一部シーンのみを切り出した状態でのプレイとなる。ファミコンリミックス2に関するカテゴリー、ファミコンリミックス1プラス2に関するカテゴリー、ファミコンリミックスベストチョイスに関するカテゴリー、ありがとうございます。